ああ、やっぱりキミコって言うんだ。何言ってんのよ、本当あんた今日ちょっとおかしくない？おかしい？うん、おかしいっていうか間が抜けてるっていうかさ。あのね、私、うん、いや、なんでもないの。何よそれ、何よ、知りたくなんじゃない、何？別に大したことじゃないから。いやー、やめてよ、私そう言われるとますます聞きたくなる性格なんか知ってんじゃない。むずむずむず、うわー、聞きたいな、何？あのね、もうやっぱいいや。うわー、やめてよ、もう私そう言われると仕事できなくなるじゃない。あ、何言いたかったんだ。うん、聞いとけよかった、あと10年の苦しみはよ。忘年会と歌手くし芸で落語やっていつの間にか妖怪百物語になっちゃうくらいもう弾まないんだから。あのね、私そこではキミコみたいに自分の意見を持ってて、そして好きな人がいて、そこには私のラムレーズンと彼のズブロッカがあって、コウモリのシャワーがお風呂にはあるのよ。変でしょう。でも案外うまくいってるの。そしたら彼の偽物っていうか、もう一人の彼が現れるのよ。シミュレーションみたいなんだけど現実なの。現実にそういう私が存在していて、確証はないんだけど多分現実、うん、その私と今の私の性格がちょっと違ってて、それがさっき一緒になっちゃって変だったの。へえ、うん、もうやっぱりうまく話せなかった。あ、そういう問題じゃないと思うんだ。なんで？ほら、あんた仕事しすぎなんじゃないの？かたくなに真面目だからさ、一日中キーボード叩いてると。かさ、ああ、そういうんじゃないと思う。だってそっちの私は今の私とは違う人生があって、全然それに気がついてなかったの。だけどほんの一瞬だけそっちの私になっちゃったからこんがらかってたのよ。今まで全然気がつかなかったんだもん。終わった。うん、よかった。あのさ、ん？誤解してない？してない、全然してない。そう？うん、全然。そう、あのさ、ん？今日終わったら行こうか。うん、本当にね。私が嫌っていうわけじゃないよ。うまく言えないけど、うまく言えないけど、そんな暮らしがあっても、あってもいいなって。嘘みたいな話なんだけど、それを笑われてもいいから、それを信じてみたかった。うん、わかった。変だね、やっぱ私、おかしい。あのさ、さっき私が自分の意見持ってるとか言ってくれたけどさ、私のほらただの意味のないおしゃべりだからさ、この前会議でなんかお前意見あったら言ってみろとか言われて、お腹が空いていますって意見じゃなくて状況言っちゃったしさ、どうしてこう私の話ってつまんないのかしらって。じゃあ帰り行こう。いきなり弱気じゃないか。うるさい。お前なんだ、衣装が違う。どんなもんだ、こいつも違うぞ。どんなもんだ、私も違うぞ。どんなもんだじゃないだろ、そういう問題じゃないよ。やはりな、作家ともなるとこのくらいの格好はしないとな。お前、はい、あなた、やはり私には着流しが一番。猫に脱脂粉乳鰹節、客さんまで違ってるぞ。お黙り。さあ電話はどうした。
その電話で俺たちは本当に変われるだろうかとか言いつつ、お前ちっとも電話やれやれよ。まあ一回リハビリ行ってこいよ。こらただの泥棒じゃねえと思ったら頭の中身が不自由な人だったんだな。バカを言ってんじゃない、電話をすればわかることだ。よし、わかった。おい、ちょ、おい、こら、おい、あ、どうも、こんにちは。何言ってんだお前。私、あ？あれからいろいろ考えたんですけど、やっぱり似合わないんじゃないかと思いまして、はい。何が？会社の同僚とも相談してみたんですけど、やっぱりこっちは変じゃないかということになりまして、本当に。何言ってんだお前。あ？ちょ、いいから来いって。ダメなんです、残業なんです。あ？せっかくね、誘ってくださってるのに本当に申し訳ないんですけど、はい。どうやら頭の中身が不自由なのは彼女の方らしいな。うるさいな、お前は。あ、やめてください。お気持ちは大変嬉しいんですけど、お許しになりましょうね。ほら、それで俺なんか変なことしてみたいな。決してそんなつもりじゃないでたの、決して。どうした、仲間割れか。か、うるさい。どうしたんだよ、なんかいきなり弾まねえな。なんかお前のところで会話がドカーンと落っこちるだろう。君はな、自分の私の名前まで語ったんだ。このままではすまさん。さあ、さあ電話しろ。よほら、ら遊ぶなよ。やっぱりね、そう言われると思ったんです。あ、でもなんて言うんでしょう、これが地なんですよね。もともと弾まないって言うんでしょうか。お前な、長いの答えが返ってくるまでに俺ずっと待ってるやつ。どうしたんだお前。いえ、どうしたどうした、スタスタ遊ぶんじゃないよ。だってさ、でさ、ないでしょ。いいか、重みを出すためにこうやって着替えまで出てきてるんだから、君ならとかたーとか軽くなるでしょ。そう、こら、今の返事しようと思ったの。でも本当なんです。長いよ、すごく長いよ。ごめんなさい。頼むぞ、いきなりお前は。あ、私分かったんです。やっぱり私は違うなってこういう幸せの形にはそぐわないんです。何の変化こいてんだよ。どうやら彼女の方が正直らしいな。君も早く正直になりなさい。せい、でもさっきまではそれがやめてたんです。だけど残業があるんです。わかんねえな、お前はさっきから。さあどうするんだ。映画に行くの。いや、お前じゃないよ。だってすっともできてないんだもの。もう少しでしょ、ほら重み出してねえ、うん、こんなのに着替えるパワーがあるんだったら映画行こうよ、バカみたい。どれ行こう。はい。ああ、お前たちは私の名前だけでは飽き足らず彼女の名前まで語る気か。いえ、私のりこなんです。お、森が出てきたじゃねえか、のりこ。え、どうも、私ものりこだぞ。あ、でも私の場合は森田が上についてちょっと言いにくいんですよね。森田のりこ。ねえ、私も森田なんだぞ。気が合いますね。違うだろう。君がチンタラしてるからだろうさ。早く電話をかけなさい。うるせえよ、お前は。いいか、言っとくから、俺だって大概言いにくい名前だぞ。武田拓海、それは俺だ。よし、今度はお前一人で行ってみろ。ん？どうした、武田拓海。やっぱりお前が偽物だったみたいだな。違う、電話をすれば分かることだ。そうかしら。え？確かにそれは解決法の一つかもしれないけど、冷静になって考えてみたらそれは早計だと思うわ。だってこれだけお互いが自分の主張していく中で一つの矛盾点も見られず、お互いの生活環境のことまで知ってる。だから私はもう一度話し合いの場を持つことが必要だと思うの。それもインギーな姿勢でね。お前だとか王ばっかりの女じゃなかったんだな。だな。実は私も今同じことを言おうとしていたところだ。早計。前は土佐の地元団に渡るみたいに電話コケ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 ばっかりしたじゃないかよ。バカな。いや、生活環境って言ってみよう。待ちなさい、巾着冷静に話そう。巾着冷静だったらやり直すんじゃねえよ。自信がないって言うんでしょうか。だからそれはどっからの話の続きなんだろうか。やっぱり弾みませんね。で、残業すんなよ。他にさ、もう一人の自分がいるって自信なくすよね。あ、そう思います。うん、思う。私の場合、あなたを含めて3人だから。何が？あ、これ説明すると長くなるんです。でもあなたと私ってどうか似てない？そうでしょうか。うん、なんとなく感覚が。いや、でもここでは森田さん、あなたの方が似合いますから。そんなことないよ、あなたの方こそ。え、とんでもない。譲り合ってどうすんだよ。だってあっちの森田さんの方がしっとりしてる。しっとりしてりゃいつもじゃないでしょ。何弱気になってんだよ。
だから騒ぎに落ちちゃダメだ。お手上げは困りますから。どうやら男同士できっちり話をつけた方が良さそうですね。俺お前と話するの嫌だよ。なんで。だってまどろっこしいだろお前を。お前漢字4文字のせいと必ず折れちまんねえし、衣装着にいきなり着替えてくるし。人間間違いがあるから人間なんです。いきなりお説教してお坊ちゃんになるか。お坊さんをちゃんつけては読まないで。もうやろう。もう本当に憎たらしいなってんだよ。もうどうなってもいいよ。殴ってやる、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 殴ってやる。よーし、殴られてやる。殴られて、殴られて、殴られて、殴られてやる。バカ。どうしたどうしたどうした、怖いのか。しろよ、めえわよ。本当に殴るぞ。いいよ。この野郎。行っちゃった。どうしよう。あ、でも私あの残業があるから。